はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、診断で強化された翡翠というテーマをね、使ってデッキを組んできたのでご紹介していこうかなというふうに思っております。翡翠デッキっていうのは、まあどういうモンスターかっていうと、ちょレベルがバラバラなんですけど、水族の水属性で、まあ構成されてまして、で、エジルってやつがですね、まあこれが初動になりますね。基本的にはなんかそのソリティアめっちゃするとか、なんかすごい強そうなモンスター爆誕させるっていう、まあそういうタイプのデッキではなくて、普通にそのメインデッキに入っているモンスターと、それからまあフィールド魔法、まあ本当は OCC の方ではちょっと永続魔法なんだけど、こういう魔法とトラップの、効果を駆使して戦っていくっていうテーマになってます。で、エジルが、まあ、基本的には初動になってまして、まあ、何をするかっていうと、召喚特召喚に成功した場合にデッキから翡翠魔法トラップカードを1枚、手札に加えるよということで、こいつが、基本的にはその翡翠を何でもサーチできる翡翠溶乱とか、それからフィールド魔法であるイニオンクレイドルとか、こちらの翡翠侵食っていう、翡翠をコストにすると相手のカード何でもなんか無効にできる、まあレッドデーモンズアビスみたいな効果を持っているトラップカードがあるんですけども、まあ、これを、まあ、持ってきたりすることによって、戦っていくっていうテーマになってますね。で、じゃあ上級モンスターが何をするかっていう話なんですけども、まあ汎用の水属性モンスターで翡翠のトレモラっていうやつがいて、これを手札からぶん投げると、手札から水属性モンスター一体を特殊召喚できるよっていう効果がありまして、でこれで展開をなんかその伸ばしていくみたいな、例えば翡翠のエジルを召喚して、溶乱持ってきて、でなんか溶乱でトレモラ持ってきて、でトレモラでまあカッターシャークを出していったりとか、まあそういう動きをねしたりねできます。で、上級モンスター他にも2種類入ってるんだけど、今回はキングフィッシャー、こいつは水属性モンスターに装備できて、手札フィールドのこのカードで、装備モンスター守備表示のままぶん殴れるっていう、なんか呼吸とするみたいな、絶対防御将軍みたいな感じになります。で、装備モンスターの守備力以下の、攻撃力を持つモンスターをバウンスしながら自分を特殊ができるっていうこともあるんで、まあ例えばコスモクロアっていうね、こいつ3000あるんですけど守備力、こいつに装備すると、まあ、3000以下のモンスターをバウンスしながらこいつが出せるみたいなね、感じになってます。レベルは9です。で、こっちのレベル、10のコスモクロアってやつがいて、こいつは何するかっていうと、イニオンクレイドルが存在する限り相手のフィールドのモンスターは召喚、反転召喚、特殊召喚されたターンにしか効果を発動できないっていう、例えばまあ制圧系のモンスターであるね、まあ、バロネスとか、サベージとかそういうモンスターいるじゃないですか。ああいうのも基本的にはその召喚されたターンにしか効果発動できなくなるんで、一応高校からコスモクロワー出したりとかすると、まあ、そのターン効果発動できないんですよ、その高校では。だから結構な制圧効果持っていて、まあ、これとねちょっとね OCG の方のカードとちょっと組み合わせるとすごいことできるんだけど、ちょっとマスターデルタはまだ来てないので、こいつはちょっとこの2番の効果を活用させていくって感じですね。で、フィールド魔法が存在していると、ちなみにこいつ特殊召喚ができますんで、結構簡単に特殊召喚できます。これ別に自分のフィールドじゃなくてもいいので、相手のフィールドにフィールド魔法があれば特殊召喚できるっていう感じですね。で、自分の翡翠モンスターが相手モンスターの戦闘からのダメージ計算時に、相手モンスターの打点が1000ダウンするっていう効果もあるんで、一応そのコスモクロワー君単体だと、2500までのモンスターが処理できるみたいな。で、フィールド魔法が結構強くてですね、このイニオンクレイドルっていう、これが、発動時の効果処理で自分の墓地のモンスターが除外されているモンスターの中から翡翠を回収できるっていう効果、それと一旦に一度モンスターが召喚特殊召喚された場合、自分のフィールドの水属性モンスターの打点分相手のモンスターの打点を下げる、さらに自分のモンスターの打点 も対象にとったモンスターの打点も下げるっていう効果があるんですよ。だからイニオンクレイドルで、相手のモンスターの打点を、コスモクラー分1500下げるとかね、まあ、そういう動きができたりします。で、翡翠だけで組むとちょっとやっぱりね心もとないというか、まあ、若干安定感もないし、やっぱ突破力もうちょっと足りないかなっていう感じはするんですよ。なので今回はエクシーズと、新パックで追加されたエクシーズモンスターと、エクシーズのギミックと、まあ合わせまして、カッターシャークとか、アビスシャークっていうこの辺のモンスターたちを使うとランク4ができたりランク5ができたりしますんで、カッターシャークとかランタンシャークから、例えば深層霊場ラグナゼロとか、それから、ネオフィールアサイラムヘッドナイトみたいなモンスターを出していって相手のモンスターを除去していくっていう感じになりますね。基本的に翡翠だけではちょっと除去が弱いので、まあこの辺のモンスターたちの力を使って翡翠のギミックも回していくみたいな感じになっております。
で、当たり前に強い汎用カードはいっぱい入ってまして、まあ、午前試合うらら増殖するみたいなそういうカード入ってるんですけども、愚かな服装から氷結界を落としてあげると氷結界であのトレモラとか、コスモクロアみたいなモンスター全部サーチできますんで、上級モンスターであればね。なので、まあ、このギミック相性はいいかなと思って入れております。はい、以上。じゃ早速ですね、翡翠の動きを見せていければなと思ってますんで、デュエルやっていきましょう。デュエルスタンバイ。あー、絶望的に弱え。なんだこのクソハンド、絶望的に弱いぞ。どうすればいいんだこれ。絶望的に弱いな。愚かな服装発動。やっぱ結局ね、翡翠デッキはエジルですね。エジルがないと始まりませんが、まあ、一応氷結界落として、氷結界でなんか持ってきましょう。うららがなんかあるチェーンあんだこれ。なんだろう、多分うららなんじゃねえかなこれ。あー、打ってこない。なるほど。トレモラだけ来られても困るんだよね。本当にトレモラだけ来られても本当に困るんだよ。展開できないから。コスモクロアドヤ顔で出してエンドするしかないんじゃないこれ。ちなみにコスモクロアとね、何でしたっけ、呪縛があると結構な高速力があるんですけども、まだちょっとマスターデュエルには必須呪縛っていうなんかその縛りつける永続魔法があるんだけど、それ来てないから、まあ、ちょっとねこれね、ドヤ顔氷結界で頑張るしかないです、ね、多分世界一弱い翡翠ムーブなんじゃないかこれ。今マスターデュエル界でここまで展開できない翡翠もなかなかいないんじゃないかなと思いますけど、一応墓地にトレモラ落ちてるんで、おっと事故ってくれた、ありがてえ。相手もこれはチャンスあるか。いやー、融合デスピアか、デスピアか、なんだこれ。セット融合ガーディアンキマラか。いや、一応今トレモラが墓地落ちてるんで、一応ですね、コスモクロア破壊されるとコスモクロア戻ってきます。あー、でも相手も弱いな相手も結構弱いな。なんか融合素材めっちゃ弱いけど相手まあでもエチープチェーンが融合素材とかまあ強いか。いや、まあしょうがないからこれ一応打っとくしかないか。イニオンクレードルの効果発動、コスモクロアの打点分ガーディアンキマイラの攻撃力を下げる。これで攻撃力では相手のガーディアンキマイラはこのコスモクロアちゃんを突破することはできない。やばい、ちょっと待って、やめて。初手ガーディアン決まりだから入る。あ、そっち破壊していただけた。トレモラ効果と、トレモラをゲームから除外すると、コスモクロア戻ってきます。はい、ただいまー。はい、ドーン、オッケー。召喚ムービーもいいぞ。ちょっとハンド減ってないのおかしくないですか相手。あ、でもアルベルとか引いてない。あ、召喚器使ったかも。いや、これ楽園融合引かれてなければいけるか。じゃあオッケー、耐えたー。クソみてえな展開で耐えた俺、弱えちょっと待って、めちゃめちゃ弱いんだけど。ちょっとどうしたらいいんだこれ。これコスモクロアビートとかいう意味不明なビートダウン始まんな。コスモクロア特殊召喚してイニオンクレイドル効果と、イニオンクレイドルの効果で、これと相手の攻撃を下げる。ちなみに対象取れないんですけど今一応相手、まあ、関係ないですね、対象取れないんで。さあいけ、ゴッドスライム、うおゴッドスライムいけ、いくぜゴッドスライム。これ何出んのこれ、ちょっと待って、やめてあのさ、一応コスモクラ残る。なるほど、危ねえ。なんか今完全にあれ出てくると思ったわ。なんかドゴランじゃねえや、ドラゴン、あ、ドラゴスタペリアはもういいわ、最悪いいわ。もうそれは超融合とかいうクソキショイカードでゴッドスライムしられたんだが、キッズ確かにあいつ融合モンスターだな、キショー。はい、でドラゴスタペリア効果で、あ、コスモクラのレベルを下げるの別にいいや。まあ、ゴッドスライムは1枚しか入ってないんで、まあ、別にもう2も出さないですね、多分。打点下げる、コスモクラの打点下げるともう出るんですよ。失楽院ね。はいはい。はい。で、融合ね、OK。いいでしょう。これで融合召喚無効化されない。で、これ多分ガーディアンキマイラ爆誕して、またなんかエレー破壊されるんだろう、俺。あ、マスカレードか。なるほど。マスカレードは別にいいか。マスカレードは別にいい。で、失楽院効果と、デスピアン、あー、なるほどね。これでアレベル持ってくる、持ってきて、楽園融合打ってくるのね。まあ、裏があるんで、一応楽園融合は止められますね。ガーディアンキマイラは多分2枚入ってないんだろうな、この人。で、アレベル回収して、で、失楽園効果でアルバス系のやつ持ってくるんだよな。はいはい、オッケー。
でアルバス持ってくるが、まあ、コスモクロワがねそもそもなんかそのエクストラデッキからできたモンスターじゃないので、まあ、ミラージェードとか出せないですし、まあ、それは別にいいですよ。コスモクロワ単体だけでなんか結構耐えてるのすごくないこれ。3000横だけで結構耐えまあそれはちょっとさすがに無駄だ。あーまあ痛い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 、まあ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 、いやいやいや、それは全然いい、それは全然いい、もうそれはもう、まあ、甘んじて受けれる。その600ライフはカード使用料を払う。ただお前の楽園融合は止める。これね、出楽園結局ね、うらら打たれてね、楽園融合止められないからあんま強くないと思ってんだけど俺は。楽園融合、赤の楽園、なるほど、赤の楽園で、デスピア回収して、これでまたガーディアンキマイラ来るか。でも、あったら出してると思うんだよな、ガーディアンキマイラ。いや、これガーディアンキマイラ入ってないと読んでる。あ、3体、あれ、入ってる？え？入っとるやないか。入っとるやないか。ちょ、やめてくれ、やめろ、やめろ。そう、強すぎるって、その効果。やめとけ、お前。まあでも一応氷結界破壊される？あー、されない。氷結界、あ、耐えた。オッケー、また氷結界ぶち込んでいこう。氷結界効果発動、攻撃宣言時相手の効果を無効にして攻撃力ゼロにしていく。あ、痛い痛い。カード使用料払います。うわー、これでバインしろお前は。バイン、オッケー。さ、3000の大ダメージだ。オッケー、耐えてる。よしよし。オッケー、耐えた。オッケー、ちなみに氷結界で下がった攻撃力は、元には戻らない、永続だからな。あ、なるほど、抹殺いらねえカードきたな。じゃあですね、まあ、一回氷結界の効果使ってここはアビスシャークかなんか持ってきとく感じですかね。うららは抹殺しますよ。ない。これさすがにアビスシャーク、結局アビスシャークの召喚条件が水属性が場にいないと特殊召喚できないんですよね。なのでまあこれはねちょっとしょうがない、いた仕方ない。でアビスシャーク効果でカード使用料払って特殊召喚。まあカード使用料払うのは効果に含まれてないけど。さあ、これでクリスタルシャークを手札に加えていく。カッターでいいね、カッターの方がいいわ。カッターで展開力伸ばせるから落ちろね。で、カッターシャーク召喚で、カッターシャークの方がそう、はい、でカード使用料払って手札、デッキから魚族レベル5を特殊召喚。カード使用料めちゃくちゃ払うけど大丈夫かな。で一回あいつ吸うしかねえな。ネフィルアサイラムヘッドライトをエクシス召喚、あらあらろ。そしてこいつのモンスターの効果で相手のゆっくり茶番劇を吸収。うおーうおー、エクシスでこれでいいか。いや、ひらめいた、ひらめきました。私はエクシス素材を吸収しましょう。そしてネフィルアサイロンヘッドライトでオーバーレイネットワークを再構築。カオスエクシスチェンジ、現れよカオスエクシス、ネフィルアサイラムカオスライト。そしてカオスライトのモンスター効果発動、オーバーレイユニットを一つ使い現れなさい。カオスナンバーズ103、時をも凍らす無限の力が今よみがえる。エクシス召喚、真相霊場ラグナインフィニティ。そしてガーディアンキュアラの効果は氷結界の効果で無効になっているため相手は効果の対象に取れる。うわー、真相霊場ラグナゼロの効果、打点が変動しているモンスターを選択しそのモンスターを破壊し、その攻撃力のダメージを与える。うおー、3300万、うおっつえつえ。そしてクリスタルシャークのモンスター効果発動、クリスタルシャークのモンスター効果によりフィールド上の水属性モンスター一体を対象に取り、そのモンスターの攻撃を半分しながら自身を特殊召喚。そしてクリスタルシャークとよーし、コスモクロワ単体でどんだけ耐えた俺。新 OCG のさ、新規パックでさ、なんか新しい新規もらったんですよ、翡翠って。なんだっけ、エジルギュミルみたいな、なんかどでけえ新規のモンスターとか来てましてね、なんか結構楽しそうなんですよね。いや、ターコイズバーブラとかいうモンスター、これ増殖数字投げとかいくね。止まりますか。高校ゲーム参加権、高校ゲーム参加権を発動。さあ、ゲームに参加できるか否か。あ、参加はできそう。オッケー、絶身長シムルグ、オッケー。LL シムルグみたいなデッキか、 LL シムルグ鉄人みたいな、はいはい。で増殖する G は通っていく。オッケー。でまあ召喚だから反応はしない、シムルグ君は。あれはね、超獣族が出てくると、あ、ウララも来た、いいね。
あの鳥獣族が出てくると、特殊召喚、ああ間違えた、シムヌグを召喚できるっていう効果ですね、手札から。はい、でシムヌグででデッキから墓地にシムヌグを送って魔法カード回収。シムヌグのこれシムヌグもね、いくつかね、これさすがに止めましょう。あのいくつかデッキ増えるので、ちょっとシムヌグを使ったデッキもちょっとあの今後ね紹介していこうと思ってるんですが、まあ、基本的に相性がいい、テーマはね、まあ、鳥獣族テーマ、例えばレイドラプターズとか、これかなり強いですね、シムヌグあると。あとそれから、まあ、ハーピーとか、あ、まあ、純正で組んでもまあそこそこ強いと思いますね。あと BF とか、はい、あの辺結構相性がいいと思いますんで、まあ、最初ちょっとハーピー、僕大好きなハーピーと組み合わせようかなと思ってるんですけども、まあ、ゴキブリ通ってるからそんなにバカみたいな展開できないだろう。まあ、シミルグは強いな。でもこれ結界像かこれ結界像ムーブか。いや、まあでも結界像でもまあ一応殴れるから多分なんとかなる。下級モンスターはそこそこ打点高いし、こっち増殖する G が通りやすくなったのはでかいですよね。あ、ダークネスシミルグか、なるほど。これはね、魔法トラップカード止めてくるやつですね。はい、コストでなんか取り送って、風の取り送ってなんか魔法カード止めてくるみたいな効果なんですけど、まあオロフクはトーンなくても財布いいや。ちなみにこれ怪獣持ってこられるから結構ね、あのガメシエルとか持ってこれるんですよ、これ氷結界で。なんでまあ結構ね、これ止めた方がいい気はするけど、どうですか。これってカードの発動、あ、効果が発動か、なるほど、止められるわ、強いな。あー、なるほど。そうするとこれ墓穴ぶち込めるないや、墓穴ぶち込んでいいか、チェーン的に増殖するしねえしな。ちょっと墓穴ぶち込みましょう。ダークネスシムルク君の弱点、墓穴にめっちゃ弱い自分をリリースしたらね、あの持ち帰るみたいな感じだな、イメージ的には。 OK、 よし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 、高校先行逆転してるぞ、いける。これキングフィッシャー落としたらキングフィッシャーでバウンスできるか。これキングフィッシャー君活躍しそうじゃねえか。でだ、翡翠溶乱発動、翡翠溶乱効果、翡翠モンスター1体を手札に加えることができる。これによって翡翠のエジルとかいう最強のモンスターを加えていくと。でランタンシャークを攻撃表示召喚し、ランタンシャークの効果を発動、手札から水属性モンスターを特殊召喚できる。これで効果無効にしないから結構強いんだよね。でエジル効果、これでだな、まあさすがに侵食か、とりあえずこれで妨害用意しといてだな。そしたらですね、まずはアビスシャークの効果を発動しましょう。水属性モンスターがいると手札から特殊召喚できて、で特殊召喚に成功すると、デッキからなんか魚族を持ってこれるという効果。これでクリスタルシャークを手札に加えていく。よし、いいぞ。そしてクリスタルシャークの効果を発動。翡翠だけだとね、やっぱ展開力が若干足んないんで、まあ、今回は水エクシーズと混ぜるんですけども、まあ結構ね、何と混ぜても意外とね相性良かったりするんで、水属性だったら、ネフィル、アサイラム、ヘッドライト、レベル5のモンスター2体でオーバーレイ、エクシーズ召喚、現れよ。ネフィル、アサイラム、ヘッドライト、さらに、キングフィッシャーの効果を発動。キングフィッシャーの効果によってネフィル、アサイラム、ヘッドライトに装備していく。ふいーん、あれ、なんで俺キングフィッシャーの効果が届きないんだ。守備力以下の攻撃力を持つ相手フィードのモンスター対象にとってバウンスしながら出てくるんだよ俺。あれ、シムルグ対象に取れねえの忘れてたシムルグ対象に取れねえの忘れてた、やってもたやってもたいや、これかなりやってもたわ。これね、対象に取れないんですよね、あの人。あの、完全に失礼しました、申し訳ございません。まあ、ネフィル・アサラム・ヘッドライトさんは対象に取らないんで、まあ、関係ないですけどね。はい。いや、これ、弱いな展開。やべ、ミスった。いや、しょうがねえ。これ、キングフィッシャーも出して、なんか全部でぶん中で寄ってらったんですけど、このまんまバンドぶん投げましょう。もうしょうがないです、これ。もう一応、ネフィル・アサラム・ヘッドライトさんは妨害として機能するんで、フリーチェーンでメインフェーズ中だったら、あの相手のモンスターパク力を取ってきるんで、まあ、こうして、まあ、一応、これで、妨害としての、数をご説明させていただくと、ネフィル・アサイラムで、まあ、メインフェーズ中であれば、まあ、フリーチェーンで相手のモンスターをパクって素材にするっていう効果、それから、ヒストリー侵襲の効果によってなんか何でもカードの効果を、エジルを破壊しながら無効にするという効果ですね。でウララが1枚みたいな、そんな感じ、まあ、このヒストリー侵襲がかなり強いので、まあ、それをちょっと見せていきたいなというふうに思ってます。あー、鍋ちゃん、鳥使いね。
はい、まあ、食物連鎖上はちょっとこっち不利だけど、あれ墓地送られると困るじゃないですか。そういうモンスターをですね、ちょっとパクりますよこれ。さあ、ネフィルアサイナムヘッドライトの効果を発動、オーバーレイユニット、なにーだにー。いやでもこれトラップ捨てらなければいける、トラップ捨てらなきゃ。あ、オッケーオッケーオッケー、これちょっと見せてください。翡翠侵食の効果発動、翡翠侵食の効果により、翡翠モンスターを破壊しながら一滴の効果を無効にする、これができるんですよ。これ何でも無効にできるんで、モンスター効果も無効にできるし、まあ、魔法トラップカードも無効にできるんで、これめっちゃ強いっす。によってネフィルアサイルムヘッドライトの効果、エクストラデッキからオーバーハンドルドランバーズをこの下に重ね、さらに相手のフィールドのモンスターを素材にする。これによってナーベルが墓地に送られることはない。きた、完全除去。墓地に送っちゃいけないモンスターはね、素材にすればいいんですよ。きた、これおし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 、オッケー。なんか悲しそうにキングフィッシャーがめっちゃ装備されてるけどめちゃくちゃ悲しそうにキングフィッシャー装備されてるけど、イニオンクレイドル発動、クリスタルシャーク出しましょうか。で、特定のカードテクノに変えていく。で、エイジール回収、これでまあだいぶ強いか。トレモラ効果発動して、で、エイジール特殊召喚しながらハカーナね、ああまあ全然いいや、それはいい、はいはいはい、オッケーオッケー。トレモラは手札から捨てると水属性手札から出せるっていうことなんですけど、まあこれが止められたところでそんなに関係ない。エジルは一応攻撃表示で普通に召喚できるんであんま関係ないですね。で、無効にされるか、エジルを召喚して効果を発動できれば大丈夫で、エジル効果発動と、あー、イニオングレイドルは発動しない。イニオングレイドルは、打点がなんかゼロになって相手の打点下げるみたいな効果なんですけど、これでヨーラン持ってきて、でヨーランのロイヤル加工を相手にお見舞いして、これはコスモクロワでいいかな。さあ、これで翡翠亭コスモクロワを手札に加えていく。そしてフィールド魔法が存在する場合、このモンスターは特殊召喚できる。現れよ翡翠亭コスモクロワ、召喚ムービーかわいい。うわー、5000ありますよね。これ翡翠モンスター打点低すぎて、これ5000ありますよね、ありますよねありますよね。翡翠モンスター打点低すぎてさ、たまに計算ミスってさ、あ、届かねえってなることあるんだよねよしよしよし、取るな、あぶれ、うわー、よーし、まあ、一応必須メーブ見せれたかな、このデュエルは。まあ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 、割と悪くはなさそうな反動はしている。で、合金発動はさすがにゆらら、2枚アドバンテージ稼がれるのはさすがに厳しい。いやまあ割と高校のハンドとしてはこの理想的なハンドじゃないですかね。なるほど、2枚ドローはしたいと。いやまあじゃあハカーが飛んでくることもそんなねえし、いやまあちょっと一応確実なドローをしていきますか。増殖数字は一応ハカーとか抹殺ケアするならこのタイミングで打っとくみたいな時はことはあるんだけど、同時にね、はい。いやまあ言うてそんな都合よくハカーとかし引かないっしょ。2枚目必勝必勝出た、最強コンボ、お前戻れよ、お前戻れよ、戻れよ、お前戻れよ。クソゲー出た、この天の岩と白金霊最強コンボ、戻れよお前やばい。いやまあでも言うて、言うてな、言うてな、これに多分ね守備力2000そんな簡単に突破できねえ。だから侵食をなんとか持ってきたらいけるか、無限抱擁でもいいか。一滴入ったっけ、俺の時入ってねえか。あ、めんどくせえ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 、やばいやばいやばい、旅路はいいわ。で、うざ、これでもしかしてあれですか、ドラコバック持ってきて僕のエジルちゃんこれバウンスされますやっべやっべ、守備力2000の壁が、うわやばい、なんとかしなければまずいぞ、なんとかしなければまずいことが起きた。
これでまたあれか、あ出た、やばい、次のアラメシアの木も確約されていく。まずい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 、こんなゴミカスデッキに負けるわけにはいかない。ちょ、なんとかしろ。羽棒気打っても無理だから、あでもあ無理だな、無理だから、特殊召喚はできるか。オロフク、オロフクで、いやオロフクは無理だな、すいません。ここから入れる保険はありますでしょうか。ここから入れる保険はありますでしょうか。このデッキゴミカスすぎるだろ。